こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon のカート取得ですね。この意味についてお話します。よくカート取得のね、方法とか、カート取得とどうな、取得するとどうなるかというね、記事を書いてる方いらっしゃいますけど、本質的なことが、分かってないんじゃないかなという気がします。Amazon の、カートを取ってなぜ売れるか。比較すれば明らかにカート取ってるものより安いものがあるのになぜ売れるか。これは主にですね、スマホで買ってる人は比較がしにくいっていうのが大きな理由です。Amazon は、無料でスマホ用のアプリを出してます。で、そのアプリがね、バーコードを読めたり商品のね、写真を読み込んで値段が出たりっていうことで、買い物する前に、これ Amazon で安く買えるかなって、Amazon で買えば持って帰なくて済むし、って言ってね、アマゾンで調べてみたり、あるいは白銀だから、アマゾンならすぐ来るかなということで、アマゾンで見てみたり、っていうことでですね、外からスマホで買うっていうのは結構多くなってます。でね、例えば、これゴルフボールなんですけど、スマホでゴルフボールを検索した場合に、こういう画面が出てきます。ね、6個あります。いつ届きます。で、このバイトナウ。あるいはアドカートを押すと買えるという形ですね。で、確かにこのね、比較できるようなのが載ってたりとかするんですけど、じゃこの比較するとこを押すとどうなるか、こういうのが出てきます。ね。なんか別に送料かかるし、そもそも出てくる標準の形がね、新品じゃないと。だからもうこれはっきり、Amazon が新品をすぐ買う人は、こうポコッと押して買いやすくしていると。安いもの欲しい人だから中古を出しているというようになってます。で、それ考えるとですね、パソコンの画面を見て、カートを取るとここに出ますと言ってるのはですね、あまり買い物をしてないんじゃないかなと。Amazon 使ってない方なんだろうなという気がします。私の場合は Amazon の、ヘビーユーザーで、なおかつ、サポートして教えてる事例をたくさん聞いて、それで、コンサルティングをやっています。ですから、かなり的を得たですね。こうすれば値段を気にしないで高く買う人に売れると。こうすれば儲けやすい。そういうことがね、よく分かってますんで、その通り、アドバイスに従ってやっていただいた方は、初心者なのに、かなり早めに成果出てるということなのかなと思います。アマゾンのカートを取る意味はですね、今や、買い物の主流とも言える、スマホ対策。これを大きなウェイトを占めてます。ですからね、このスマホの画面を見れば、なるほど、カート取るのがどれだけ重要かというのが分かってくるんじゃないかなと思います。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。